こんにちは言葉の力で未来を変える風花未来ですさて今回は一億総詩人化キャンペーンについてお伝えします今日も私のブログ美しい言葉辞典の記事を見ながら語ってまいりますのでよろしくお願いいたします早速ですけども今開いているのは 美しい日本の詩をまとめてみましたというページでしてここに私なりにいろんな詩をですねほとんど日本の詩なんですけれどもこのようにかなりの数になりますでうんまあ有名なですね詩はもちろん入ってるんですけども ちょっと知られて知られていないシモノ入ってます。例えばですね、こうガナハガナハ雅子さんが絶賛する父母に捧ぐというのもこれもあまり知られていないでしょうし、あと映画ノイクの元き君成樹でうんリュウチシューさんが え朗読した世の中に光も立てず星屑の「落ちては消える哀れ星屑素晴らしいこれ伊藤幸雄の短歌なんですけどもこういったものもご紹介してますしあとですね高野悦子の二十歳の原点にある旅に出ようという詩であるとかまあ ほとんど、まあ、最近は振り返られることがないんですけどなかなかでも今読んでもいい詩ですしあとドラマですねテレビドラマで「愛しきみえ」で菅野美穂さんが朗読した「雨にも負けて」という詩があるんですよね。雨雨ににもも負負けけてじゃないですよ雨にも負けてというこれがなかなかユニークで、うん、切ない詩です。 あとガタ,ロガタロさんが描く街で朗読された窓絵、まあ、これは YouTube でもアップしてあるんですけれども素晴らしいですほ、うんとん何ていうか日本近代史とか現代史とかそういう枠を超えた言葉の力、まあ、魂の叫びですねそういうものがありますしあとものすごく古いんですけども森光子さんが 主演した「天国の父ちゃんこんにちは」というテレビドラマがあったんですけどもそこで毎回朗読されていた詩もあったりします。というふうな感じでいろいろとユニークな詩も含めてご紹介しておりますのでお時間のある時に一遍ずつでも構いませんし気の向いた時に読んで味わっていただけたらと思います。 さてそこでですね今回のテーマなんですけどもここに「1億総詩人化キャンペーンたった一人からの出発」っていうのがありますでちょっとこれをクリックしてみましょうで「1億総詩人化キャンペーンとは」っていう記事に移るんですけれども何のこっちゃという感じで思われたと思うんですけどもまあ「1億総博打家という言葉はありますよね有名な大谷総一 の言葉ですけども、まあ、テ,レテレビの時代でテレビばっかり見てるとあの思考力が低下して、まあ、ここに書いてありますか、えー、テレビというメディアは非常に低俗なものでありテレビばっかり見てる人間は想像力や思考力が低下し白痴のようになってしまうという意味が込められていると。ですから、まあ、現代人当時のですね現代人に対する継承というか まあ、軽蔑の気持ちっていうのが入っててそ,そ,そんなことじゃいけ,いけないよというような、えー、意味が込められてまあ怒りと言ってもいいんですかねそういうふうな軽蔑を超えた怒りのようなものがあったんではないかと思っておりますそれが一億総白痴かテレビばっかり見てている人たたちを、えー、風刺して発し発言葉です。 で私が今回述べているのは一億素詩詩人人化キャンンペーンなんですねで私は思うには、えー、日本人というか、えー、人々ですねこの日本という国に住む人々への尊敬の念と励ましの気持ちを、えー、込めたつもりです。というのはうんまあ今静かな万葉集ブームになっておりますけども日本人ほど しるし、自らも詩人である国民はないとまあ要するに、この俳句とか短歌っていうのは、本当に根強い人気がありますし、年齢とか性別関わらず、うん、まあ誰でもというか、詩人になってしまう、こんな国民はいないんじゃないかと思うんですね。ただそうは言いつつも まあこういう世知辛らい世の中というかマネーゲームがもうネットの世界だけじゃなくいろいろ飛び交ってますしまあ老後の心配もあるし子育て世代の人たちは教育費とかいろいろお金が足りないとだから本当にまずはお金のことを考えなきゃいけないっていうことで詩ポエムとかそういうものは もう一番最後というか余裕出たら考える考えますよというレベルじゃないかと思うんですね。まあ、ではそれはそれではあまりにもか悲しすぎるという私が思っててあとですね「うん、死心」っていうこの詩人の詩ですねその詩,、えー、詩人は死心を持っているわけですけどそれを「 死精神とよって呼んでもいいし、あとポエジーと呼んだりしますね。まあ仕込んでもいいですね。そういうふうな呼び方しますけども、あの、詩人を指す、詩人を指すだけの言葉じゃないんですよ、死心っていうのは、えー。私たちっていうか、私のような庶民、一般庶民でも持っているものなんですね。ですから、えー、ヨーロッパ、 でではですね例えばフ,フランスですかねそういうところでは詩人という言葉が最大級の賛辞褒,褒,褒め言葉であると要するに詩を書いている人が素晴らしい詩を書いたからあなたは素晴らしい詩人だということじゃなくてあこの人はみ魅力的で本当に人生を豊か,豊かに生きているとかもうセンスがいいとか気の利いたことを 言うとかそういうことを含めて「あなたは詩人ですね」と言うとすごいあのー、素晴らしい褒め言葉なんですよですから詩人というのはもう最高の人間みたいみたいというか最高の人間として称えている国もあるわけです。じゃあ日本はどうかというと、うん、もうこれほど、うん、言霊の詐欺はう国と言われた国がですねもう本当に世知がらく。 まあ20年30年デフレが続くとこうなっちゃうのかうんもう悲しむべきだと私は思っていてで、うん、誰もが持っているこ心ですねですから、えー、八百屋のおばちゃんとか魚屋のおっちゃんでも詩人なんですよそういうこ心が、うん、まあ 建築だとか絵画だとか音楽とかそういう芸,芸術的なものを作り出すだけじゃなくていろんな生活シーンの中でシン・オクルっていうのは光ってるものなんですけれどもですから私はそういう意味で「一億総詩人化キャンペーン」というのを 私だけけですけどねおそらく日本,日本で私だけでしょうしひょっとして地球で今の地球で私だけじゃないかなと思ってますね。あのー、みんな詩人になりましょうキャンプ一人キャンペーンですね。ですからここは日本ですから1億総詩人化キャンペーンと言ったわけですけどもいかがでしょうかご理解いただけますでしょうか。そういういことで うーんまあ、ここに書いてあります、ね「人間が優れたものを作り出す時は必ず仕心が働いています」ですから仕心を軽蔑したり無視する人は自分の中にある仕心を活用できないので優れたものは生み出せないとあえて主張したいのですと、えー、私がの述べております。でえーまあ、心っていいうううのはそういう まあ、豊かに感じたり戦戦争をは発揮したり変哲もないものから新しい価値を見いだしたりとかそういう素晴らしい仕事、えー、なんですけども他の言葉で定義するとこうなります。何者にも支配されない自由な精神であり時代歴史の本質を見抜き未来を予見する直感力を指す。 まあ今回、うん、私は令和元年のモンサルトというき、まあ、発想術企画術、まあ、今まで誰も語らなかったそういうことを、まあ、夏か、えー、秋ぐらいに、えー、実施してみたいと思っておるんですけど、まあ、それは置くとして要するにこの死心を特別私はし 詩人の感性持ってないそんなシャレたもの持ってないとかじゃなくて全員持ってるんです人と生まれて人は全ての人が詩人なんですただそれを普段封じ込めている忘れているだけのことであって自分は詩人じゃないっていう人はですからそれを胸の奥にしまい込んだ箱の中に閉じ込めた詩心を蓋を開けて解放してあげれば詩心と 生きてきてますで実は本当にこの死心がないと時代も読めないというかまあ今の私の心境で語るとすると未来未来を予見するというか素晴らしい未来要するに希望,です、ね、希望を抱くことがこの死心を発揮しない限り難しいと思っています。でですからままああそういうい意味でも、まあ ちょっと口はばったいんですけれどもおこがましいんですけれどももっともっとし死心を大切にして、えー、みんな皆さん詩人詩人もともと詩人なんだから詩人に戻りましょうよというようなことをお伝えしていければとただまあ私のようなこうマイナーっていうか 微力な人間ですので力はありませんけれどもコツ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 このようにブログとかえーまあ YouTube はまだ始めたばかりですけれどもコツコツと語って参りたいと思ってますその詩人は予言者だっていうよく言われるのはロシアの文豪ドストエフスキーですねドストエフスキーは小説家でジャンル分けすると詩人ではないんですけれどもよくえ未来の予言者だっていう こと言われますね。予言し、時代を予言してるんですね。ドストエフスキーっていうのはですね。そういう意味でドストエフスキーも詩人であると言えるかと思っております。ちょっと早口になってしまったんですけども、そういう意味でえー、詩,詩というものポエムというものは決して特殊なものではなくてに、日常にあるものであって、私たち全員が。 本来と詩,詩人なんだとただその詩人であることの優先注意が極めて低いので、うん、自,分自分自身をある意味苦しめているとも言えるわけです。ですから詩心をもう一度思い出して解放してあげて植物のように水をやり火に,に当ててあげて。 眠っていた死心を目覚めさせて育ててあげてほしいと思います。そういうことを私はコツコツと語ってまいりたいと思っておりますのでどうか「一億総詩人化キャンペーン」をご理解の上ご賛同いただけたら幸いです。ということで今回は「一億総詩人化キャンペーン」についてお送りしました。 いやー本当に知って深いもんですね。それではまた明日も日の当たる道コリドーでお会いしましょう。